です。今朝は AI が進めてくれるままに、この頃昭和50年ぐらいかな、前後のスタンダードを歌っています。これも人気があったですね、あの異邦人久保田早紀が歌ったやつね。いきます。久保田早紀さんで異邦人。子供たちが空に向かい両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私、あなたにこの指が届くと信じていた。空と大地が触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道、あなたにとって私ただの通りすがり、ちょっと振り向いて見ただけの異邦人。市場へ行く人の波に体を預け、石畳の街角を揺らそうとさまよう。祈りの声、歪めの音、歌うようなざわめき、私を置き去りに過ぎてゆく白い朝、時間旅行が心の傷をなぜかしら埋めてゆく不思議な道、さよならだけの手紙迷い続けて書き、あとは悲しみを持て余す異邦人、あとは悲しみを持て余す異邦人。79年久保田早紀さんの歌った異邦人でした。やったよね。ナギでした。ぜひ登録してほしいので、友達になってチャンネル登録してね。See you。 まだ来てね。ぜひチャンネルお願いします。